こんにちは、月島です。昨年のブラックフライデーでスピーカー測定用のプラグインソナーワークスリファレンス4を最新のサウンド ID リファレンスにアップデートしました。ちょうどジェネレックの新しいモニタースピーカーを購入しましたので測定して補正をしたいと思います。目次です。モニタースピーカーのキャリブレーションとは、測定作業、測定結果、ヘッドホンの設定、音の比較、最後にまとめと次回予告です。それではスピーカーのキャリブレーションについて見ていきたいと思います。自宅で DTM 環境を構築してモニタースピーカーを設置する場合、部屋の形や壁の材質、壁までの距離など様々な要因があり、スピーカーから出る音はどんなに高級なスピーカーだったとしてもフラットには程遠いものになります。ほとんどのケースで低音から中域がデコボコしていると思います。楽曲をミックスするためにはできるだけフラットな音が必要になります。そのためにソナーワークスのサウンド ID リファレンスのような測定マイクとソフトウェアを使用してスピーカーから出ている音の特徴を測ります。測定後は DAW のマスタートラックの最後にプラグインのサウンド ID リファレンスを挿入することでスピーカーから出る音をできる限りフラットにすることが可能になります。それでは実際に測定をしていきたいと思います。測定用マイクに XLR ケーブルを接続します。オーディオインターフェースにケーブルを接続します。ファンタム電源をオンにします。測定用のソフトウェアを起動します。チェックリストの確認です。自分の持っている測定用マイクの ID を入力します。自分のマイクの周波数特性が表示されますので確認します。オーディオインターフェースの入力と出力デバイスの確認と指定をします。シグナルを確認します。測定用マイクの位置の確認をします。左右スピーカーの距離測定時の確認をします。左右スピーカーの距離の測定を開始します。実際に測った距離と違う場合は手動で修正が可能です。リスニングポイントの距離測定結果です。こちらも手動で修正可能です。私の場合はすべて90センチでした。リスニングエリアの測定、この後37箇所で測定が開始されます。以上で測定が完了しました。次は測定結果を見ていきたいと思います。測定が完了すると結果が表示されます。低音から高音までデコボコしています。フラットには程遠い感じです。測定結果をファイルに保存します。これでスピーカーのプロファイルは保存されました。スタンドアローンでサウンド ID を立ち上げました。測定した8020のファイルを呼び出したいと思います。プラグイン上部の矢印をクリックします。一番下の項目をクリックします。表示されたリストの中に先ほど保存したジェネレック8020がありますので選択します。オープンをクリックします。
周波数特性が表示されました。紫色がスピーカーのそのままの音の周波数特性、赤紫色がフラットに修正後の周波数特性です。次はヘッドホンの設定をしていきたいと思います。このプラグインにはヘッドホンのキャリブレーションファイルも登録されています。自分の持っているヘッドホンのファイルがあれば指定することでフラットな出音にすることが可能です。私は3つヘッドホンを持っていて、場面によって使い分けています。ソニーの MDR-CD900ST と MDR-7506、 アーカーゲイの K240M2 です。この3つのヘッドホンが使えるようにファイルを指定しておきたいと思います。プラグイン上部の矢印をクリックします。3つある項目の一番上、 ADOA New Headphone Profile をクリックします。まずアーカーゲイのメーカー名が見えますのでクリックします。 K240M2 がありましたので選択します。続けるをクリックします。これでアーカーゲイのヘッドホンが登録されました。こちらも周波数特性が表示されていて、元々の周波数が紫色、修正後の音が赤紫色です。次はヘッドホンを使用してプラグインのありとなしの音の比較をしてみたいと思います。 DAW のマスタートラックの最終段にサウンド ID リファレンスを挿入しました。今回はヘッドホンのアーカーゲイ K240M2 を指定しています。まずはプラグインをオフにしたバイパスの音です。次にプラグインをオンにしてフラットに補正した音を再生します。次は再生しながらオンとオフを切り替えてみます。バイパスから始めます。こんな感じになります。次はまとめと次回予告です。ソナーワークスのプラグインは新しいバージョンがリリースされたこともあり、昨年からたくさん宣伝していた感じがします。導入された方も多いのではないでしょうか。私は自宅にモニタースピーカーを設置するときに、このサウンド ID リファレンスは必須のアイテムだと思っています。エントリーモデルのモニタースピーカーだったとしても、このプラグインがあればフラットに近い音を出すことが可能です。IK マルチメディア社からも同じようなアイテムのアークシステムがありますので、まだの方は検討してみてはいかがでしょうか。次回は Zoom のハンディレコーダー H3VR の新しいファームウェアバージョン 3.0 がリリースされていますので、アップデートする様子を動画にします。スピーカーの空気録音を試してみたいので、まずは H3VR を最新の状態にしておきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。